うちの子が、エイミーはまだ7歳なんですよ。あんなに幸せだった日々から、ある日私たちはどん底に突き落とされた。私の7歳の娘エイミーはこの日、急性骨髄性白血病と診断された。血液のがん、幼い命は風前の灯火だった。これは私たち家族に起きた本当の話。お願いです、先生、あの子を助けてください。なんとか一日でも長く家族がご一緒に過ごせるように手を尽くさせていただきます。医師から告げられた余命はあと半年。早く元気になって、大好きなテイラー・スウィフトのコンサートに行きたい。そうね、早く元気になって一緒に行きましょう。大好きな歌手のコンサートに行くことを夢見て、エイミーの戦いがここから始まったのです。私たちは少しでもエイミーの気持ちを明るくするために病室を飾りつけたり。これかわいい。いいでしょ、気分転換になって。ずっと生きていくんだと希望を持てるよう前向きな言葉をかけ続けました。学校のお友達に置いていかれないようにお勉強しなきゃね。お勉強やだ。薬の副作用で頭髪が抜けるようになった時には、これでお揃いの髪型だな。うん、パパと一緒だからもう恥ずかしくない。落ち込むエイミーを夫が丸刈りになって勇気づけました。でも24時間エイミーを襲う激痛、高熱、嘔吐、病状は日に日に悪くなっていきました。あの子、今日もご飯食べれなくて。明日はきっと良くなってるさ。娘が苦しむ姿に毎日身を切り裂かれる思いでした。できることは何でもやろう。病気と戦うエイミーのことを知ってもらうため、 SNS で情報を発信しました。これを見た誰かが救いの手を差し伸べてくれるかもしれない。でもどうやらエイミーには抗がん剤が効いていないようです。そんな、あの子あんなに辛い思いをしてるのに。残酷な現実でした。そんなある日、兄のジェームズがこんなことを言いました。エイミー、退院したらお前が好きなテイラー・スウィフトに会えるからな。本当？嬉しい。生きる希望を持ってほしい。兄としての優しさだったんです。でも入院してから半年、12月に入った頃、医者が予言した通り、エイミーの病状は絶望的な状況となりました。このままだとエイミーはクリスマスを迎えることはできないでしょう。最後の時間は一緒にご自宅で過ごすのがいいかと。そんな…最後通告でした。そして家族と最後の時を迎えるため、エイミーを退院させ自宅に連れて帰りました。エイミー、今何がしたい？何でも言っていいのよ。じゃあね、テイラーに会いたい。あとね、クリスマスキャロルの合唱が聞きたいな。娘の願いをどうにか叶えてあげたい。私はわずかな望みを託して SNS にエイミーのお願い事を書き込みました。するとその数日後。嘘でしょ、信じられない。なんとエイミーの思いが届いたのです。 SNS を通じてエイミーのことを知ったテイラーが直接電話で話してくれることになったのです。こんにちは、エイミー。お話できて嬉しいわ。信じられない、本物だよね。もちろん本物よ。しかもこの日はエイミー8歳の誕生日。ジェームズがついた嘘が最高のサプライズになったんです。そしてその翌日、クリスマスキャロルの合唱が聞きたいというエイミーのお願いを発信したことで、思いもかけないことが起こりました。なんと見渡す限りの群衆が私たちの家の前に集まったのです。その数なんと1万人。あの SNS 投稿が凄まじい拡散をしていたのです。じゃあそろそろやるか。せーの、真っ赤なお花の。1万人の合唱、クリスマスキャロルが聞きたいというエイミーの願いを叶えるために、こんなにたくさんの人が。聞こえる？エイミー、みんなあなたのために集まってくれたのよ。よかったわね。お願い叶ったわね。エイミーに届けられた歌声、もう喋る力がなかったエイミーは両指を立ててその興奮と感謝を伝えました。そして12月25日のクリスマス、あの合唱のおかげでエイミーは幸せそうに天国に旅立ちました。本日の動画は以上です。エモル図書館では心がきれいになる動画を作っていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。